今日使わせていただくグラフは4色になるんですけど、4つの目安となる数字がベースになっています。自分が出す音はどれぐらいなのかっていうのをまず測定してください。これ重要なのがご自身が使いたい時間帯っていうのがすごく重要になってきます。この青プラス赤の性能をしっかりと歌ってる商品ってあんまりないんですよ。皆さんこんにちは、ボーンアドバイザーバドシーン並木です。このチャンネルでは音にお悩みの方にプロの知識と情報を発信しています。今日は音にお悩みの方ってどこかに対して音が聞こえてしまっているから悩んでいる、でもなぜ聞こえてしまうのかとか、じゃあどれだけの防音をすればいいのかっていう目安が立ってない方がやっぱり多いので、今日はね、音が聞こえてしまう仕組みの話をちょっとグラフを作ってねさせていただきつつ、最後には防音のゴールセッティング、どれだけ防音すれば安心してご自身が使いたい環境で使えるんだよっていうところまで、今日はねグラフを使って皆様にお伝えをさせていただければと思います。今日使わせていただくグラフは4色になるんですけど、4つの目安となる数字がベースになっています。まずはオレンジ、これはご自身が出す音、声だったり楽器だったりオーディオだったりですよね。で次に黄色、これが漏らしたくない箇所で発生する環境騒音になります。で次に青、これは現在の対象の場所、漏らしたくないなって考えてる場所に対してのご自身のお部屋と漏らしたくない場所の遮音性能、防音性能。この赤が皆様が防音を考える際に防音性を向上させたい数字、向上させたい分になります。でまずオレンジ説明させていただくと、ご自身が出す音なので声とか楽器とかオーディオだったり、これはスマホの騒音計でいいのでご自身が出す音を測定してみてください。例えば一般的なウェブ会議とかだったら60デシベルぐらいかなとか、ちょっと熱が入ったゲームの声とかになってくると70とか80かなとか、ゲーム配信とかで熱狂してるような声だと90かなとか、楽器もそうじゃないですか、測れるので、一人では難しい場合には誰かパートナーね、手伝ってくれる方見つけていただいて、自分が出す音はどれぐらいなのかっていうのをまず測定してください。その時の注意点は、声を出すってなった時に騒音計のアプリとかね、使うマイクとかはこうやって寄せないでいいです。距離取ってください。必ずお部屋の中でどれぐらいの音が出ているかっていうのを測定したいので、音源に近く取っちゃうとちっちゃな声でもね結構60とかいっちゃう。でもこれぐらいの距離感開くだけでお部屋としての音に変わるので、必ず距離を取る。声だったら50センチ以上、スピーカーとか楽器だったら1メーター以上、必ず距離を取って測ってください。それがまずオレンジ、自分が出す音ね、こんだけの音が出てるよっていうのがまず数字として出てきます。数字としてね。で次に音を漏らしたくない対象の場所の環境騒音、これはご自身のお住まいの中であればね、同世帯の弟さんとか妹さんとか、あとはご両親とかってなったら測れるじゃないですか、その部屋としては。でも賃貸物件にお住まいの方とかの場合には測れないので、その時はご自身のお部屋を対象の部屋として考えて全てのノイズを消してもらえれば、お隣の部屋で発生している環境騒音も自分がシーンとしている状況で測定してもらえればほぼイコールですから、なのでシーンとしている状況で測ってください。意外とね音出てんなっていうの分かりますよ。で同世帯で測定ができる場合、できる場合にはその場所に行って必ず測ってください。そうすると隣の部屋ではこれぐらいの環境騒音が出てるんだなっていうのが分かるので、そこをねしっかりと踏まえていただければと思います。これ重要なのがご自身が使いたい時間帯っていうのがすごく重要になってきます。でなんでかっていうと、ご自身が使いたい時間帯、これはね昼間なのか夜なのかで環境騒音って違うんですよ。家の中でも家の外でも。でそれは昼間であれば活発にみんなが動いてるし、車の交通量も多いから、空間的にもうどんな空間でも騒音っていうものがちょっと高く出てるんですよ。でも夜になると車の走行量も減るし、みんなが活発的に動いてる、バタフライエフェクトじゃないですけど、僕らが発生させてる音っていうのも小さくなることによって環境騒音っていうのは小さくなります。なのでそこをしっかりと自分が使いたい時間帯で対象のお部屋となる場所の環境騒音を測っていただく、そうすると出るじゃないですか。
で、ここにね、皆様にとっては重要な月、青出てくるんですけど、現在の対象の場所に対しての防音性能というのを測る必要があります。これは測れるんだったらね、このオレンジの音をピンクノイズで Bluetooth のスピーカーとかスマホのスピーカー、タブレットのスピーカーでもいいので発生させていただいて、自分の音が80ってなったら騒音計のアプリで音を出しながら、 Bluetooth のスピーカーとかでピンクノイズ出しながら 80dB っていうボリュームに設定して、そこから動けばいいわけですよ。音が出てる、この音が対象のお部屋でどれだけ減衰できてるかっていうのを知ることによって、防音を考える方にとってはすごくゴールセッティングがしやすくなります。それが青。例えば 80dB の音が出てるものに対して、隣のお部屋には 50dB 聞こえた、そうなったら 30dB の差が出てるじゃないですか。それが遮音性能、今回の青になります。これ環境騒音の上になぜ乗っけたかという、この音、今ね、このオレンジの音に対して環境騒音と遮音性能をプラスアルファしてるんですけど、この差が聞こえてる音になるんですよ。で、これってなんでゼロスタートじゃないかっていうとですね、ゼロスタートで考えなきゃいけない場合って、もともと出てる音からこいつを引き算した時にこの差ですよね。この差がゼロにならなきゃいけないって考えると、すげえ遮音性能確保しなきゃいけないんですけど、我々が生活している空間ってどんな場所でも環境騒音があります。だからこの黄色は残した形で考えてもらって大丈夫で、このもともと出る音から環境騒音、現在の遮音性能、そこの不足分を埋めてあげるっていうのが、皆様が防音を考える時に必要な防音性能になってきます。だ、これね、ぴったりフラットっていう形だとなんだかんだで聞こえます。なのでぴったりフラットではなくて、ちょっと上回ろうねっていうところをゴールセッティングしてもらいたいんですね。例えばですけど、じゃあご自身が出す音がもっともっと大きいよってなった場合、そこにこれだけ向上させる遮音性能を確保したとしても、まだ足んないわけですよ。その場合には当然聞こえてしまうので、もっと遮音性能を向上させなきゃいけないよねっていう形になります。だからご自身が出す音、そこから環境騒音も測定する、今現状確保できている遮音性能も測定する、で、防音性のゴールセッティングを、自分がどれだけ防音性を向上させれば満足なのかっていうのを見極める、そこまでやって防音っていうのは無駄なくできるようになります。で、皆様にとってすげえ重要なのが、これ現在の遮音性能じゃないですか。で、皆様が防音性能をこれだけ向上させる工事をやりましょう、この青プラス赤の性能をしっかりと歌ってる商品ってあんまりないんですよ。あんまりないの。で、実証データとかこんな防音室作りましたみたいな動画も上がってますけど、この青プラス赤、こんだけ確保できたよっていうのは上がってないです。なので今日はね、この青プラス赤っていうところに関しては、概要欄の方に、例えば現在の一般の住宅の間仕切りに遮音シートと吸音材だけ貼ってみた、そうするとこんだけ良くなったよ、で、僕らが進めてる副構造の間仕切り作ったらこんだけ良くなったよっていう、この青プラス赤の性能をちゃんと我々発信してるんで、そこまで踏まえてぜひ考えてください。青プラス赤が皆様にとっては最も重要。そのためにまず黄色、環境騒音もちゃんと把握する、で、ご自身が出す音もしっかりと把握する、現在の遮音性能を把握する、これによって防音に関してやりたいことっていうのが明確になってくる。そこから方法と素材をぜひ探してください。で、これね、環境騒音に関しても、例えばこう建物の外部だよってなったら、環境騒音が家の中より大きくなるわけですよ。そうするともしかしたらほぼ聞こえないみたいな環境になってるわけですね。家の外に関しては聞こえないんだけど、家の中に関しては聞こえる、これはそもそもの環境騒音の違いによって起こってることかもしれないので、そこをね、しっかりと見極めてもらえると、あ、音はこうなってしまうと聞こえるんだと、これは聞こえるんですよ。オレンジが音で、環境騒音、今の遮音性のこんだけ足りてないから聞こえちゃう。でも建物の外部に対してはこんだけの声を出すよ、でもこんだけうるさいんだよね、外が。じゃあこの性能しか確保できてないんだけど、ほぼ聞こえない状態なんですっていうのが生まれます。今日ちょっとね、グラフでバババババって説明させていただきましたけど、皆様の質問に対してね、お答えしていきますので、今日はこの
グラフ使いましたけど、ここまで踏まえて音が聞こえてしまう仕組みと防音のゴールセッティングっていうところを皆様には意識していただければと思います。で、再度の発信になりますけど、騒音計はスマホとかタブレットのアプリでいいです。その代わりできればね、自分の声とか楽器を音と変えたい場合に関しては、このアプリで測定できた数字をピンクノイズというものを Bluetooth から発生させていただいて、 YouTube であるんでね、動画ピンクノイズの動画とかあるんで、それを Bluetooth のスピーカーから発生させて、そのボリュームを揃える、それをベースに周りの環境とかっていうものも確認しつつ、こんだけ性能が足りてないから聞こえちゃうんだ、じゃあこの赤、防音性能を高めるためにやるべき工事っていうのは、自分でやるんだったらこうだよね、プロに頼むんだったらこれだけの向上させてもらいたいんだよねっていうのが明確に伝えられるようになりますので、ご質問などありましたら気軽に YouTube のコメント欄にいただければ嬉しいです。私の方でお答えしていきますし、 LINE の問い合わせでも大丈夫です。引き続きね、防音に関して今日はテスト的にグラフ使わせていただきましたけど、できればね、周波数ごとにお伝えしたいんですよ。125Hz だったらこうだよ、 250Hz こう、500はこう、 2kg こう、そうやってすることによって、もっと皆様がミスなく DIY にも取り組めるし、防音室をプロに依頼する場合にもしっかりと自分が希望する内容っていうのが伝えられるようになりますので、僕もちょっとね、うまく表現できるように頑張っていきたいと思いますので、引き続きいいねとかチャンネル登録の応援をいただければと思います。本日も最後まで動画を視聴いただきありがとうございました。防音アドバイザー、バドシーン並木でした。ありがとうございました。